なんだか今日は、俺、みんな、何か景品になりそうなものを持ってきたか？俺はこいつだ。もらいもんじゃからな、気にせんでいい。うん。景品としては妥当だな。他には？ほう、ありがたいな。何を持ってきてくれた？うん、それはいい。女性と子供には受けるだろう。あ、俺はこんなもんしかなかった。サッカーボール、新品だな。ああ、知り合いにもらったんだが、俺はサッカーしねえし。俺はこいつ。携帯用ゲーム機、これも新品か。そ、もらいもんなんすよ。みんなもらい物だな。そういう副部長は何持ってきたんですか？これだ。北海道土産っすか？土産物ではない。名のある堀氏による一品物だ。俺、あんまり欲しくねえな。物の価値のわからんやつだな。ん？おう、お前さんか。どうした？俺に会いたくなったんか？ああ、まだ大丈夫。野球が来とらんからの。ま、軽く打とうかと思ってな。お前さん、野球が来るまで暇じゃけ、こっち来て相手してくれんか。ん？どうした？俺の姿に見とれとるんか？テニス部所属でそういうことを言われるとは思わんかった。一度応援にでも来てくれ。結構楽しいと思うからな。テニスはな、テニスには不思議な魅力がある。旗から見たら、ただ単に球を打ち合うだけじゃがな。コートの中に入れば、腹の探り合い、騙し合い、いろんなことがある。まあ、たまには、赤やみたいにちょっとつ猛進に打ち合うってのもあるがな。どっちも好きやの。何も考えないで打ちたい時もあるし、なんて先までも読んで裏を書きたい時もある。どっちも楽しいもんよ。テニスを始めた時は、なんとなくやってみただけじゃけど、完璧ハマってしまったもんじゃな。俺に限らず、この学園祭に集まったテニス部の奴ら、みんなそうよ。お前さんにはないんか？ああ。じゃあ、俺に熱中してみるってなと。結構ハマると思うんじゃけど。関心？そうか。
そりゃ釣れないの。そうか。寂しいが仕方ないか。はあ、もういいぞ、ヤギュ。待たせて悪かったな。いえ、それよりも逃げられましたね。なあ、どうやったらいいと思う？彼女その方面は鈍そうですかね。正攻法がいいんじゃないですか？それ苦手なんじゃけど。そういうことを言ってる場合ではないと思いますよ。時間もありませんし。ごもっとも。親友のアドバイス、ありがたく受け取っとくよ。頑張ってください。陰ながら応援してますよ。よう。なに。お前は真面目じゃのう。感心感心。気にするなって、休憩がてら、俺と話でもしていかんか。俺の好みは想像できんか？教えてほしいか？そんな好奇心に満ちた目で見つめられると、ますます教えたくなくなるの。そう簡単に教えてもらえるとは思っとらんじゃろ。お前さんはもっと駆け引き上手にならんとな。努力しにしゃい。いい子じゃ。今のままでも天然の良さがあるが。うまい駆け引きを覚えるようになったら叶わんじゃろうの。なおよしじゃ。よう。ナミ、お前は真面目じゃのう。感心感心。気にするなって、休憩がてら、俺と話でもしていかんか。そうでもない。むしろあいつの方が苦労しとったな。なんか含みのある言い方やの。なあ、まあ、オッケーせずにはいられんようにしたからな。こればっかりは教えられん。ようわかっとるな。おう、なに、今から帰るとこかの。なら駅まで一緒に帰るか。送っちゃうぜよ。よ、素直でええの。なあ、早いもんだな。お、気をつけて帰るんやぞ。いや、ナミ。ちょっとこっち来て、あそこを見てくれんか。うん、何もないな。そう怖い顔しなさんなって。あ、今時間あるか。そうか。なら暇つぶしに、俺と愛の語らいでもせんか？いやいやいや、本気じゃけど。うん。ああ、なんでもない。うまくいかんもんじゃと思ってな。
いや、ま、自業自得じゃな。いや、そんなことない。気にするな。心配か？ああ、そっか。ナミ、今、頭撫でてもいいか？ありがとな。いつものことながら、お前の頭は撫で心地がいいの。どうした？そうか。よし、ありがとな。それじゃあ、俺行くわ。よう。ナミ。お前は真面目じゃのう。感心感心。気にするなって。休憩がてら、俺と話でもしていかんか。まあ、テニス部レギュラーになるくらいじゃからの。なんでそんなことを聞く？そうじゃな。俺は部活以外では一人でいることが多いからじゃないか。一人でいるのが好きな方だし、騒がしいのが苦手でな。別に友達がおらんわけじゃないんで、心配せんようにな。まあ騒がしくなければ、そばに誰かいても気にせん。ああ、ちなみに、お前さんならいくらでもそばにいてくれて構わんぞ。いつでも大歓迎ぜよ。そう来たか。いや、なんでもない。お前さんがおとなしいからの、他に理由があるっちゅうことも考えてくれると嬉しいぞ。よう、ナミ。お前は真面目じゃの、感心感心。気にするなって、休憩がてら、俺と話でもしていかんか。さて、どうしてかの？いやいや、お前さんの意見が聞いてみたいだけよ。なんで俺がビンゴゲームをやろうと言い出したのか、当ててみんしゃい。違うな。それも違う。それは秘密。実はな、俺もなぜビンゴがやりたかったのか忘れた。まあ、大した動機じゃなかったのは確かやの。忘れるくらいだから。別によかろう。お前さんとこうやって話しとること自体が楽しいんじゃから。おっと、用事を思い出したぜよ。じゃな。おう、何？今から帰るとこかの。なら駅まで一緒に帰るか。送っちゃうぜよ。お、素直でええの。なあ、早いもんだな。お、気をつけて帰るんやぞ。こんばんは、匂うじゃけど。ナミ。唐突じゃけど、明日暇か。宿題も終わってるから、感心感心。なあ、でだ、明日映画に行かんか。
いや、違うよ。違うって、普通に遊びに行かんかってこと。どうした？都合悪いか？じゃあ、駅前に10時でいいか？それじゃあ明日な。おやすみ。おはよう。待ったか。変な奴に道は聞かれんかったか？ならよかった。さ、行こうか。お前さんはギリシャ神話好きなんじゃろ？人から聞いた。でも、楽しそうで何よりじゃ。いや、そういうわけじゃない。俺がお前さんの好きなのを見たかっただけ。まあ、気にするな。今日はお前さんの好きなことに付き合うつもりじゃから。デートのつもりじゃけど、そんなに驚くことか？真っ赤な顔して、かわいいなぁ、ナミ。さて、次はどこに行きたい？お前さんの行きたいところに俺も行きたい。あ、遠慮するな。あ、行こうか。えらくいろんなものがある店じゃな。いや、もろ女の子向けの店ってわけじゃないし、気にせんよ。で、何を買いたいんじゃ？そっか、なんかいろんな種類があるな。なんか和風じゃな。こういうのが好きなんか。そうか。じゃあこれ、買ってやる。いいっていいって。こういう時は素直にありがとうって言うもんじゃ。ん？髪をくくり込むか？でも俺のは適当にしとるし、こんな上等なもんじゃなくて構わんぞ。なんていうか、喜んでいいのかどうかわからんの。ん？俺の好きな色を知ってたんか？あ、ありがとう。俺がそうしたかっただけ。俺も楽しかったから、問題なしじゃ。これ、ありがとうな。大事に使わせてもらう。あ、俺と思って大事にしてくれ。ナミ、あのな。いや、また今度にする。さあ、帰るか。なんかあっという間に夏休みが終わっちまったな。バカや。お前、昨日のテレビ CM 見たか？ CM？ なんすか？昨日は宿題あげるのに必死で、テレビなんて見てる余裕なかったっす。学園祭の CM が流れてたんだよ。なんだそりゃ。ああ、その CM なら私も見ましたよ。
学園祭の CM なんて生まれて初めて見たぜ。関東ローカル局でしたが、まさかテレビ CM まで打つとは思いませんでしたね。おそらくアトレの仕業だ。テレビ CM の宣伝効果は高い。当日は大変な人手になるだろう。何考えてやがんだ、あの野郎は。構わん。やらせておけばいい。学園祭を成功させるために、あいつなりに工夫したのだ。ところで、藤井、何か連絡があると言っていなかったか？水着？プールでも使うのか？気が利くじゃん。あなたは妖怪に参加しないのですか？その必要はない。お前も参加した方がいい。だな。お前も俺たちの仲間なんだからよ。うん、その通りだ。何も遠慮する必要はない。よ、運営委員長が呼んでるぜ。後ろ、ただ呼んでくれと言われただけじゃからの。では、俺たちは模擬店の最終チェックにかかろう。ああ、困った事態が起きた。お前たちの模擬店で使っているあんこを作っている業者が、食中毒を出した。信頼できる業者だったんだが、何かの手違いがあったんだろうな。ああ、取引停止だ。他の業者も当たってみたが、質のいい業者は、どこもあれだけの量はすぐには出せないと断ってきた。ああ、ただし、前の味を期待するな。大量生産品だからな。そうだな、そうしろ。うん。それは問題だな。全員で相談するか。赤や。ジャッカル、よ、甘味どころへ行くぞ。了解っす。大変なことになりましたね。なんだよ、この土壇場で。質の落ちるあんこは、あまり使いたくないのが本音だな。これまでのメニュー、どれもうまかったからな。だが、背に腹は変えられん。あんこなしでは、甘味どころを開けんだろ。なんだ、言ってみろ。それは、失敗すると、元も子もないものができてしまうぞ。あんこを作るのは難しいって言ってなかったか？危険な賭けだ。成功率は 39% というところか。そいつは分が悪いだろう。けど、まずいメニューを出すよりは、やってみる価値はあるだろう。そうですね。一度あの上品な味を知ってしまったら、他のもので代用する気になりません。うん。そうだな。うん。お前たちがそういうのであれば、やってみればいい。俺たちも協力は惜しまん。自分たちで作る？本気か？俺も少し調べてみたが、難しいぞ。わかっているんだな。ふん。やはりそうなったな。
お前たちのことだ。そう言い出すだろうと思ってな。小豆と砂糖の確保はやっておいた。あとはこちらから連絡するだけだ。それと、もう一つ。あんこを作る職人に臨時コーチを頼んだ。まあ、今回のトラブルは避けようがなかったからな。あれだけの量のあんこを作るとなると、時間もかかるだろう。10時まで時間の延長を許可する。礼はもういい。それに戻ってみんなに伝えてやれ。あと、準備もしておけよ。こっちは沸騰を始めたぞ。水を入れるんだな。こっちは煮上がった。炊飯器に入れていいよな。それにしても、小豆は丹波の最上級。砂糖もいいものを手配してもらえたな。おい、職人さんがアドバイスがあるってよ。これで最後ですね。ああ、そうだ。うん。みんなご苦労。ちょっと味見。ん？こいつはすげえ。うん。以前のあんこよりもさらにいい味に仕上がっている。これなら大丈夫でしょう。水臭いこと言うな。礼などいらん。我々は仲間なのだからな。そういうこと。おっと、そろそろ時間じゃねえのか。10時15分前。間に合ったな。最後のあんこも保存庫に入れておきました。では、みんなで駅まで帰るか。ああ、お前さんか。どうかしたか。いや、何も隠しとらんぜよ。気のせいじゃろ。第一、俺がデジタルカメラを持ってたとして、なんで隠さなきゃならん。そんな必要などなかろう。プリ。オッケー。みんな集まったな。水木地さんというので、持ってきたが、一体何をやるつもりだ？おいおい、そう睨むなって。別に大したことじゃねえよ。今日は、学園祭準備の慰労も兼ねて、水泳大会を開いてやる。なんや突然、そんなこと聞いてへんで。なんだよ水泳大会って。余計疲れるだろう。慰労になってないじゃないか。すべこべ言わずに、さっさと用意しな。競技種目は、水中騎馬戦と、発想飛び、それに、水球だ。発想飛び？源の義経が、壇の浦の戦いで、八つの船を次々と飛び越えていった孤児ですよ。平家物語の伝説ですけどね。要するに、発泡スチロールの板をプールに渡し、どこまで走っていけるかを競う競技だ。ああ、よくテレビのバラエティなんかでやってるあれか？騎馬戦といい、発想飛びといい、どっちかっていうと、アイドルの水泳大会のノリだね。競技というからには、優勝者には何か特典があるんだろうな。いや、ねえな。ないだと？その代わりと言っちゃなんだが、最も成績が悪かった者には、罰ゲームが待っている。罰ゲーム？おい、この展開はまさかな。なんだその罰ゲームとは。これだよ。げっ！あれは？犬井特製。岩清水！
というわけだ。少しはやる気が出ただろう。なんだ岩清水、実に爽やかじゃないか。岩清水じゃない、岩清水だ。岩蝶を丸ごと絞った DHA が豊富な健康飲料だ。え、イワシ？やばい、やばいよ。うわぁ、今までにないプレッシャーだな。負けたくねえ。見ろよ、あの声楽と六角の連中の怯えよう。よっぽどやばいもんなんやな。これは、負けられませんね。少しは本気になったか。遊びとはいえ、刺激がねえとな。刺激ありすぎだってよ。大体なんでアトベが岩清水のこと知ってんだよ。ふん。俺様の情報網を舐めるなよ。そんなことは、とっくに調査済みだ。さすがだな、アトベ。感心してる場合じゃないっすよ。さあ、これから異動会に名を借りた凄まじい死闘が繰り広げられようとしています。司会は僕、六角中の一年生部長、青井健太郎がお送りします。解説は氷堤学園のカバジさんです。よろしくお願いします。健太郎のやつ、うまいこと逃げやがったな。つうか、なんでカバジが解説なんだ。観客もいないのに、青井くんはノリノリだね。優勝の栄冠は誰の手に渡るのでしょう。そして、恐怖の罰ゲームを受けるのは誰か。興味深いですね、カバジさん。意外といいコンビかも。いよいよ水泳大会も最後の種目、水中の格闘技、水球です。本命は六角中でしょう。勝つのは氷堤です。おっと、解説のカバジさんは氷堤が一押しのようです。さあ、試合開始です。心、技、体、すべてが要求されるこの競技、果たしてどのチームが勝利を収めるのか。おっと、ここで立体の仁王座に心強い応援だ。うっ、おっと、パスと見せかけて不意をついてシュート。見事なトリックプレーです。仁王座は詐欺師です。これで全ての競技が終了しました。果たして優勝は誰の手に。そして屈辱の再会は一体誰か。大体想像はつきます。では結果発表です。優勝は立海大附属仁王正春。おめでとう仁王さん。おめでとう。ああ、お前さんの応援のおかげじゃ。ありゃジャッカルか。ま、運のない男よ。Ladies and gentlemen! いよいよ合同学園祭のスタートだ。開会の挨拶は後でか。目立ちたがり屋のあいつらしいな。すげえすげえ！いっぱい見せがる！楽しそう！こういう時は元気だな、ジローは。堅苦しい話は抜けだ。存分に楽しんでいけ。これは命令だ。いいな。こういう時まで、偉そうやな。これより各テニス部有志によるアトラクションコンテストを開催します。司会進行は六角中の一年生部長、青井健太郎でお送りします。
お、見てくれとったようやな。そう言ってくれると、頑張った甲斐があるというもんよ。結果発表まではまだ時間がある。よければ、学園祭を一緒に回らんか。では、行くかの。もんじゃ焼き屋か。変わった模擬店やの。ああ？てめえ、匂うかよ。あ？負け犬は悪痛。てめえ、喧嘩売ってんのか？心配いらん。ただの挨拶じゃき。ち、んで、もんじゃ焼きは食うのか？すまんがもんじゃすかんのでな、遠慮させてもらうぜよ。なら商売の邪魔だ。とっとと消えな。そうじゃの。行くか。ナミ。ほう、金魚すくいか。あれ、ニオさんすか？ああ、桃城か。ここは声楽の模擬店か。ええ、そうっすよ。金魚すくい、やりますか？すまんが、うちでは金魚は飼えんのでな。遠慮させてもらう。そうっすか。行こうか。ナミ。そうやの。では、これからアトラクションコンテストの結果発表だ。優勝チームには、来年のウィンブルドンのチケットと航空宿泊券が贈られる。優勝チームは、和太鼓だ。チームワークが良かったからの。そうか。ああ、それより、この後時間はあるんか。そうか。それなら、一緒に学園祭を見て回るか。そうやの。これなら学園祭は大成功じゃろう。どこか見に行きたい模擬店はあるか？だったら少し付き合ってくれんか。行きたいところがある。あ、匂う。多いし、久しぶりやの。ああ。なんじゃ、何を警戒しとる？いや、君は本当に匂うか？それとも、匂うに化けた野牛なのか？学園祭でまでそんな真似はせんよ。そうか。そりゃそうだよな。どうも一度ペテンにかかると疑い深くなって。それが狙いぜよ。え？一度引っかかった奴は注意が一箇所に集中する。注意が集中しているということは、他に目がいかんということじゃ。そういう奴ほど、もう一度騙すのは難しくないんでな。なるほど。しかし、そんなトリックを俺に話してしまっていいのか？そうやってペテンの種明かしをすることが、次のペテンへの仕掛けだとは思わんのか？な、冗談ぜよ。君の場合、どこまで信用していいのか判断に苦しむよ。そうやの。いっそのこと何もかも疑ってみてはどうじゃ。まったく、君の言葉は悪魔の言葉だな。詐欺師って言われる理由が
本当によくわかったよ。褒め言葉として受け取っていいか？あ、そうだな。君に限って言えば、さっきの言葉は最大級の褒め言葉だよ。そうか、ありがとうさ。この前はしてやられたけど、全国ではそうはいかない。今度こそ勝ってみせるよ。そうか、なら新しいペテンの用意をしとかんだな。そりゃ大変。すまんの。ナミ、退屈じゃったろ。ほう、わかったか。どうやらお前さんには、俺の得意技もあんまり効果がないようじゃの。いやいや、なんでもない。ああいう手強い相手と話すのはなかなか楽しいものよ。そうやの。全国でも同じような経験がもっとできるといいの。大歓迎ぜよ。ああ、ぜひ来てくれ。悪くねえな。うん。順調だ。けどな、よそも頑張っとるけ。もうちょい気張らんとな。優勝を狙えるかどうかは、厳しいところっすね。そうか。確かに今のままでは、危ういかもしれんな。だが、何か方法があるのか。テニス部レギュラー以外では、せいぜい2、3人だな。そんなに難しいとは思わねえんだけど。ほほう、競争心を煽るわけか。やるね。確かにそうしてやれば、チャレンジしたくなるのが人情ってもんだ。なるほど。面白いアイデアだな。やってみる価値はありそうだ。早速やってみますか。人気は上々やの。お前さん、なかなかいい発想しよるの。そこの二人、今のうちに休憩に行ってこい。ああ、そうさせてもらうぜよ。行こうか。ナミ。たこ焼き屋か。いらっしゃい。って何や、お前か、ニオ。おう、氷亭の天才さん、頑張っとるの。ここは氷亭の模擬店か。ああ、そうや。たこ焼き買うか。お前さん、たこ焼きは好きか。なら二つもらおうかな。毎度。なんじゃこれは。これが喫茶店か。センスを疑うぜよ。ペテン氏にそう言ってもらえるなら、褒め言葉として受け取っておくぜ。なんじゃ、アトベか。この喫茶店はお前の計画か。ああ、そうだ。なるほど。使えるものは何でも使う、お前さんらしいぜよ。それも褒め言葉として受け取ってやる。それで、入るのか？すまんがお前さんらの売り上げに貢献する気はないんでな。遠慮させてもらう。ふっ、そんなことは期待しちゃいねえよ。が、強制するつもりもねえからな。勝手にしな。おう、行こうか。ナミ。
心配はいらんじゃろ。な、お前さんが頑張っとったからな、きっと勝てる。これより、模擬店コンテストの結果発表を行う。模擬店コンテスト、売り上げ、およびアンケートのトップを獲得したのは、一回連続のスマッシュでビンゴだ。やったぜ。優勝だぜ、おい。当然の結果なり。うん。我が立海大附属に敗北は許されない。当然だ。やったな、源一郎。さすがだと言っておこう。我々も頑張ったのですが、さすがにそちらには及びませんでしたね。けど、総合で立海が優勝したんだ。ま、よかったんじゃねえの。お前さんに感謝せんとな。ナミ。そんなことはなかろう。お前さんがみんなの力を引き出してくれたんじゃよ。これで学園祭も終わりやの。この2週間、いろいろあったが楽しかったの。さて、これで合同学園祭もファイナルだ。よし、みんな楽しめようだな。それじゃあ。ちょっと待てよ、締めの挨拶はうちの手塚がやるはずだろう。ふん、目立ちたがり目が。気づかれたか、まあいいさ。じゃあ手塚、しっかり締めてね。合同学園祭も残すところキャンプファイヤーだけだった。相変わらず硬いな、手塚くんは。だが、まだ学園祭が全て終わったわけではない。家に帰るまでが学園祭だ。あらら。では、油断せずに行こう。こんな時までそれかよ。さて、楽しかった学園祭もこれでファイナルです。最後は、勇士による社交ダンスで締めくくりとなります。ナミ、ここにいたか。うん、相手の気分次第じゃの、お前さんは。なら俺もやめるか。だから、お前さんの気分次第だったってわけ。な、少し話があるんじゃ。ちょっといいか。ここあたりでいいかの。ああ。はあ。なんか緊張してきた。ペテン師の名が泣くの。とりあえず、後ろ向いてくれんか。いいからいいから。哀れなさんだ、何もせんから。そうか、これでも我慢しとるんじゃけど。それは置いといて、このままちょっと俺の話聞いてくれ。それはダメ。俺、人の目を見るとうまく本音が言えん。特にお前さんの目を見るとカッコつけようとするから、見えない方がいい。ナミ、
こっちを向くのも禁止だ。情けない顔、見せとうないから。頼むから、言う通りにしてくれ。ああ、悪かった。これで平気か？それにしても、お前さんの体は抱き心地がいいの。いい匂いもするし。話さんよ、何があっても。絶対に話さん。お前が、俺のこと好きって言うまで。俺がお前のことを思っとるくらい、俺のこと好きになってほしい。冗談に、聞こえるじゃろうな。冗談なら俺も楽なんじゃが、やっぱり本気は辛いもんじゃな。なあ、返事聞かせて。ナミ。やっぱりダメ。今すごく情けない顔してるから。ああ、情けない。じゃなくてにやけてるかな。俺ペテン師じゃし？な、ナミ。水道よ。本当に。おー、うまい、うまい。でもお前が一人で投げると、俺の部屋穴だらけになるし。遠慮しなさんな。せっかく俺が手取り足取り教えてるんじゃし。教えてほしいって言い出したのはそっちなのに、わがままじゃのう。すねなさんなって、その顔も可愛いがの。俺がくっついてるからか？ほんと可愛いな。ナミ。まあ、安心しんしゃい。俺も同じじゃし。ほんとに。なんなら聞いてみるか。そうか？そんなことないと思うが。そりゃ、お前が俺の胸に耳をくっつけてるからな。好きな子にぴったり抱きつかれて、喜ばん男はおらんよ。なあ、離れるなって。ぴったり抱きつかんでもいいから、しばらくこのままでいさせてくれ。俺も恥ずかしいって。気にすんなって。ん？あ、